はい、どうも、太郎丸です。7月に向けて太郎丸からお知らせということでね、今月は何しようかということでやっていこうかなと思います。まあ、いつも通りの定例報告ですね。ちょっと動画上がるタイミング遅くなっちゃってるかもしれませんけれども、よろしくお願いします。ということで、えー、いつもご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録者数がですね、現在420名と、えー、かなり増えてまいりました。ありがとうございます。 えー、チャンネル登録し続けていただければ幸いでございます。ということで、まあ、今月やることのお話をさせていただければなと思います。えー、スタメン予想を振り返り、えー、カシマへの旅動画、ライブ配信の3本立てでね、少しお話できればなと思います。ということで、スタメン予想を振り返りからです。えー、いつも通りですね、まあ、ここはね、サボらず、えー、カシマントラーズ関連の動画を上げさせていただければなと思います。頑張ります。 えー、カ島への旅動画ということでね、えー、ゴールデンウィーク以来のね旅動画が出ます。えー、FC 東京戦への参戦が決まりました。えー、妻に感謝でございます、えー。ちなみに今回はですね、ツバシも、えー、来ますよということでね、えー、一緒に参戦していきます、えー。楽しみです。ちょっとね、妻の出演はないですけれども、よろしくお願いします。さすがにね、 私も妻を YouTube に出すのは恥ずかしいですし、まあ、かわいそうだと思いますし、私自身がね、喋る。まあ私も顔出ししてないのに、あの、妻も出るっていうのはね、ちょっと変だなと思って、声の出演もないと思います。まあ乗っちゃうことはあるかもしれないですけど、まあその程度ですね。ということで、ライブ配信ですね。試合を一緒に見るっていうのもあるんですけど、まあ結局これはね、妻の予定次第なんですよね。妻がホームで、なおかつ鹿島の試合が、 いや同じ時間帯にやるということであれば、妻が、えー、松本山雅のね、試合見に行くことはあるんですけども、そうでない限りは、えー、まあ、やれないので、もう今月どうなってるかね、ちょっとまだ調べてないんですけど、えー、やれればやります。ね見に来たかったら来てください、えー。今月ね、鹿島4試合しかないんで、まあ、ミッドウィークの試合は絶対無理ですし、月末、えー、土日やる試合もですね、3試合ですか。 あ多分ない無理だと思いますね。そのうち1試合はね、鹿島に行くわけですから。まあ、やれればやりますというぐらいに持っておいていただければなと思います。 えー、いつもご覧いただきありがとうございます。また8月にね、この動画、えー、この定例報告動画上げさせていただければなと思います。えー、皆様のおかげでいつも楽しく動画が撮れてます。えー、これからもですね、気が向いたら、えー、グッドボタン等を押していただいて、応援よろしくお願いいたします。まあ、この動画にね、コメントがつくことはないと思いますけど、コメントも何か、 気づいた点があればしていただければなと思います。チャンネル登録もお願いいたします。ということで、えー、次の動画をお楽しみにしていただければなと思います。さよなら、じゃあね、バイバイ。